い,い,い,いろんな問題を知っていろんなことを感じいろんなことを考えることができたのならそれはあなたの優しさです私の両親は共に市の職員でした小さな頃から行政が身近にあったと思います 願えば叶う、動けば変わる、を間近で見ていたように思います。当時、掛川市の市長だった新村純一さんは、掛川に新幹線の駅を作るため、何度も何度も国鉄に足を運んだそうです。 そのたびに冷たい対応をされ、同行をしていた職員はよく愚痴をこぼしていたそうです。ですが、そのたびに新村市長は笑いながらこう言いました。君たちはは地平線をを見てて仕事をしいいるんじゃないか僕は 北極星を見て仕事をしていると私は31歳の時母になりました2008年に長男その後長女次男を出産し今は3人の子供を育てています子供がまだ 小さかった頃毎日のように公園に遊びに行きました砂場で近所のママたちとまるくなって話すのは「今日の夕飯のメニューどうする?」「毎日夜泣きが辛くて寝不足だよ」そして 2人目の赤ちゃん考えてる ?3 人目はどうするそういう話でした。周りのママたちはみんなうちは経済的に厳しいから子供は大好きだけど3人目は難しい。子供が1歳になったらすぐ保育園に入れて働かなくちゃいけない。 そういったた声をよく聞きました私はその声を聞くたびに胸がギュッと痛くなりましたなぜなら私は1人目の子供を出産するまでとても苦労をしずっと病院に通っていたからです私のように産みたいけどなかなか産めない人がいる一方 まだ若く健康で子供も大好きなママたちが産めるけど産めないそんな現状がとても切なかったのですこの町なら産みたいこの町なら安心して子供を育てられるそういう町になったらいいなと思っていたのが 2013年の春のことです。その時、すでに我が家には子供が3人いました。サイズアウトした子供服、もう使わなくなったベビーカー、ベビーベッド、たくさんのおもちゃ、なかなか捨てられず、大事に取ってありました。もしこの たくさんの子どもたちのものを次のお母さん次の赤ちゃんにお譲りすることができてその譲ったことで経済的に少しでも楽になり次の子どもを考えるきっかけになるんだったらと思い自宅のリビングを開放し物々交換会を始めました。 初めはご近所のママたち13人がお客様今ではその活動が10年になり延べ220回の会を開催し10万枚の子供服200台のベビーカーが次のご家族にバトンされていきました行政や 大きな企業でしたらできることはもちろんたくさんあると思いますでも私は個人で小さな力だとしても動かないより何か変わると思っていますもちろんいいことばかりではなくこの10年いろんなことを言われましたこの少子化の時代に おふるをおすすめするとは何事かただでさえ子ども用品が売れないのに個人商店をつぶす気ですかお金にならないことをやって何の意味があるんですかそう今も言われますですが本当にそうでしょうか経済の天秤にかけて 反対側に乗っているのは何だと思いますか子どもたちの未来私たちの未来です日本はとても恵まれた豊かな国だと言われますですが赤ちゃんがどんどん減っているこの国は本当に豊かでしょうか私は子どもたちに もったいないよ、ものは大切にしよう、みんなで譲り合おう、そういう言葉をかけて子育てをしていきたいと思っています。動けば変わる、願えば叶う、それは私が小さい頃から両親を見ていて感じたことです。 皆さんも今日何かを感じ何かを考え動いていただけることができるなら私はそれを皆さんの優しさだと思っていますいいかいいろんなことを感じいろんなことを考えることができたならそれはあなたの優しさです だって、知ることが愛の始まりだと思うから、ありがとうございます。